北陸新幹線の加賀温泉駅停車を目的に加賀市が4年前に制作を始めた PR 動画、今日2年ぶりの最新作が完成しお披露目されました。過去3作は累計60万回再生と大人気。市役所の新幹線対策室室長加賀留太郎が金沢への嫉妬をあらわにしたり、金沢に全部持ってかれて悔しくないのか、小松市とお互いに魅力をアピールしたりしてきました。そして気になる最新作は、これまでは金沢なんかに負けないぞと言って金沢や小松に対抗心を燃やしてきましたが、北陸新幹線の停車はあくまでも手段、私たちの真の目的は加賀市民の幸せ、訪れてくれた観光客の皆様の幸せを作ることだと強く思っています。そんな思いが込められた最新作、加賀市新幹線対策室に突如ボールが投げ込まれます。そして加賀留太郎たちはボールの持ち主から大切なことを教わるのです。あなたの夢は何ですか？夢？加賀に新幹線を止める？違います。新幹線を止めるのは手段であって、本当の目的は加賀市民の幸せです。そこは気違えてはならない。確かにその通りかもしれない。でも具体的にどうすれば？これです。野球？今回新たに登場するのが河野というキャラクター。加賀市大正寺出身の河野敦史さんをモデルにしています。河野さんは日本初のプロ野球チームを創設したレジェンドですが、その存在はあまり知られていません。プロ野球を創設したっていう方がこんな大正寺から出られたんだということを、まあ、ほとんどの人は知らないと思いますので、楽しくまた加賀市をアピールできたそういう作品になったかなと思ってすごい喜んでます。加賀にプロ野球チームを作るという新たな夢を持って走り出す対策室のメンバー、無謀にも思える大きな夢を語ることで市民を元気づけたいというメッセージが込められています。これまでの路線とはまた全く違う路線でですね、作っていただいたことで非常にこれは大きな効果が出ると思っております。いわゆるそのシビックプライドにつながっていく、私は非常にいい動画だと思っています。この動画は今日からウェブサイトや YouTube で公開されています。